お世話になります、ひとりでございます。ダイマックスアドベンチャーといえば NPC の弱さが想起されますよね。効果抜群の技を持っているのに効果今一つの技を使ったり、永遠にスピードスワップをしてたり、毒状態で瀕死間際なのにポケモンを入れ替えてくれなかったりと、 NPC に苦しめられた被害者の方は多いのではないでしょうか。私も被害者の一人で NPC には何度も憤りを覚えました。でも NPC は本当に弱いのでしょうか。自分は何も考えず操作もせず放置して実質的に NPC だけで戦わせたらどうなるのでしょうか。弱すぎて伝説ポケモンには一切勝てないのでしょうか。それとも実は弱いのは私たちで NPC だけでも勝ててしまうのでしょうか、という疑問が脳みそにこびりつき、気になりすぎてフルマラソンを1時間台で完走できなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はダイマックスアドベンチャーで1日中放置したら NPC は何勝できるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。で、放置の仕方については、まあ、ここでね、ずっと A ボタンを連打していくっていう感じでやっていきたいと思います。連打でできるコントローラーあると思うので連打して基本的にやっていくんですが、ですがこれ先進んでった場合、最初ね、このポケモン選ぶところあるんですが、ここ今固定されてるもの若干ね、多分強いかな、まあ、この強さのランキングみたいなの私わかんないんですが、多分ねユクシーとかそのあたりとかが一番戦いやすいんじゃないかなと私個人的には思うんですけど、まあ、とりあえずね、そいつらが出るまではここはね自分で手で操作してやっていきたいなと思います。なのでそこは放置じゃなくなりますね。あとは基本的には A ボタンを押していけば先に進むと思いますので、でみんなで挑戦はできないので一人で挑戦で、ね、やっていくので、ここも、どうせ選ぶっていう感じでありますかね、手で。こっからは放置なので、もし仮に放置した場合一番上のを選んでいくわけじゃないですか。ですのでここは普通に A ボタンを押しちゃって OK っていうことですね。なのでずっと連打機能の A ボタンを押してそれで先に進むことが、まあ、イコール放置ということでございますので、そのやり方でやっていきたいなと思います。まあ、ですのでここも進んでったら、右にやったら放置じゃなくなりますから、放置した場合ってのも必ず多分左行くと思いますから、左押してね、それでずっと進んでいきます。ちなみにもちろんですけど、先ほどみんなで挑戦やってないので当然 NPC は他の人じゃないですからね、そこだけはご理解いただければと思います。でここも放置した場合どうなるかというと、戦うから、まあ、多分一番上のやつを選ぶことになるんじゃないかなと思います。うわ、ですので、うわマジか、ギガインパクト選ばなきゃいけないってことですねこれ。まあ、とりあえずこれで進んでいくってわけです。うわ結構食らったし、ギガインパクト強い。うわすごい、放置なのに一気に倒せたわ、数十秒で倒せたわ。でここも全部 A ボタンでモンスターボールあるので、ここでずっと A ボタンを押せば進むってことですね。でここも A ボタン必ず押さなきゃいけないので手持ちを入れ替えたいになっちゃうんで、放置した場合と違うかな、多分放置した場合何も選ばないみたいな感じになりますよね。ですのでここもちょっと挙動が変わりますけど、まあやっていきましょう。でこういうキュアワーとか選んだ場合は必ずフラワーヒールを選ぶしかないっていうね、そういうデメリットもございますが、ただこの戦い1回あたりがめっちゃスムーズに進むんで自分考えることもないのでね、まあその点はいいんじゃないかなと思いますけどね。どうなんだろう、フラワーヒールしか使わないというね。うわやられた、倒してくれた。普通にまだ1回しか死んでない、すごい。これはスムーズに進みすぎ、これ味方のポケモン変えれないっていう点で結構きついですね。でこれ途中で研究員とかに会ってなんかいろいろすることあるじゃないですか、その時も必ず交換しなきゃいけないというね、自分が。ですのでそういった点で結構きついかもしれないですね。やっぱりオッケー、倒せましたね。今2回倒れただけで意外と悪くはないですよね、状況的に。おスイくんいいんじゃないか。私の印象的にスイくんってそんなすげえ強いポケモンじゃないと思うんですよ。ですからこいつ固定してやっていきたいなと思います。たまたま出ましたね1匹目で、ワンチャンいけんじゃんこれ。しかもこれで倒せたらめちゃくちゃ高速ですよ。だって自分一瞬も選んでないわけですから、ずっと A ボタンなわけですから。うわ無理か、やられましたね。いやー勝てなかった。でもまあこれいけなくはないぞ、結構意外と削れましたからね。ちゃんと2回攻撃してくるゾーンまで行きましたから、なかなか悪くはないんじゃないかなって思いますけどね。でここで、連射してたら解除してそれでゲットしていきたいなと思います。ここはねちゃんと、まあ色違いとか出たらちゃんと欲しいんで、そのためにねやる人が多いと思いますんで、今回ねこの放置企画をやるわけですから、まあ、ここはちゃんと見て、色違いいるかね、こうやって確認してやっていきたいなと思います。まあ出るかな、まあこれでまあ OK ですね。あそうだ、ここで、ネクロズマの場所を消してスイクにして、それずっと進んでいけばいいだけですね。ですから本当にほぼ A ボタンを連射しとけば放置できるって感じですね。ちなみに今、1周目終わった時点で朝の10時18分でございますので、まあここからね、
日付変わるまでずっと放置してやっていきたいなと思います。多分この感じだったらお昼ご飯食べる時とかもこれやりながらできそうなので、ほぼねずっと一日中これやりながらできるんじゃないかなと思います。でさっきまでは一応 A ボタンを手動でねやってましたけど、実際連射機能使ってやるとこんだけね早くパッて進みますので、勝てるかどうかは別として、一回もやられずスイクのとこまで来たね。うわ勝っちゃった勝っちゃった、2回目にしてもう勝ったよ、すごいな。まあ色違いとかはいないけど、あそっか PP なくなっちゃった場合先進まないんですね。うわこれはちょっと予想外だ。ですからこういう場合は1個下にずらして、選択することにしますね、これでやっていきましょう。でこんな感じで2台スイッチを用いてねやっております。ただですねこっちの左側の方はですね録画できておりません。なぜならばそのキャプチャーがね、ないんで、右側だけしか録画できてないんですが、まあ、多分ね左側はちょっと光るお守りない方のソフトなんで多分色違いとか出ないと思うんで必要ないと思うんですが、まあ一応そんな感じです。で、こんな感じで手元にね連射コントローラー1台ともう1台ございまして、でさらに、まあ、ここにねメモってるって感じですね。勝利の回数で W って書いてあるのが、最後の伝説倒した、数ですね。でこの3っていうのが伝説の前で終わった数ってことですね、2とかだったら2回しか戦って勝ってないっていう感じなんで、まあ、今のところね、全部3回勝ってるんで3匹ね最後の画面で出てくるような状態ではあるんですよね。だから放置でもそこまでできるってのはすごいと思います。まあ、とりあえずこんな感じでねやっていきたいなと思います。え？やば。これ、色違いじゃね？カポエラ。え、まだ14時25分ですよ。始めてから4時間か5時間ぐらいかな？経ったけど、これ本当に放置しとけば楽に手に入りますね。すげえわ。やば。めっちゃいいじゃん。選んでおきましょう。オッケーオッケーオッケー。置きました。こっちの光るお守りなしの方で来ましたね。これはやばいでしょ。しかも雪目の子っていう、まあただ色違いに見えない系色違いですけど、よかった来た。はい、これでようやく日付変わりましたね。今12時ちょうどでございます。ですのでラストこの水君戦が終わったら終わりですね、もう片方のロムについては先ほどねちょうど水君終わった感じなんで、今から始めてしまうとおかしくなっちゃうので、まあ、これで終わりですね。 OK 倒せたラスト、すげえな。ラスト色違い来るか、頼む見せてくれ色違い来いよ。あー無理か、全然ダメじゃん。色違い少な今回、マジかよ。まあ、これで完全に終了です。一応レパルダスもらっとこう。よしようやく終わった、疲れた、ほぼ何もしてないけど。はい、じゃあ集計もねちゃんと今しました。で結果としましては戦った回数の合計は117回でございました。勝利回数は33回でございました。で確率計算してみると約ね 28% ですかね、勝率。そんな感じでございます。微妙ですね。めちゃめちゃ高いわけでもないし低いわけでもないっていう、うーんっていう感じですね。でちなみにですけど1回も勝てなかった回ってのは2回しかないですね。1回しか勝たなかった回ってのは1回もございませんでした。で2回しか勝たなかった回ってのは7回ございました。ですのでほとんどの場合3回勝ってる、つまり伝説のところまでほぼ確実にいってるってことですね。まあこれは結構意外な結果だったんではないでしょうか。ですのでほぼね伝説のポケモンに負けちゃってるっていうことなんで、伝説までだったら NPC でも全然余裕でいけちゃうっていうことですね。でこれはまあ本筋とはあんま関係ないですけど、色違いどれぐらい手に入ったかと言いますと、まあ、途中でお見せしましたがカポエラのみですね。このロムではこいつだけがね唯一の色違いでございました。まあ、この色違い結構嬉しいけどね普通に。であともう一体はちょっとこのロムじゃないんであれですけど、雪目の子ですね。こいつもなかなか色違いとしてはいいんですが、まあ2体しか手に入らなかったという感じでございます。ですがこれちょっと計算してみたらですね、意外とそんな確率的にはめっちゃ悪かったっていう感じでもないですね。合計で117回戦ったんで、ダイマックスアドベンチャー1回やってですね3匹出てきますから、ですがまあ何回かね
3匹出てこなかった回もねあるんですけどね、負けちゃったんで、それはかなり少ない数なんで、除くと351匹のポケモンと合ってるわけですね。でそのうちの2体ですから351分の2とですので、パーセンテージ的には 0.56% とかそんぐらいですかね。でこれ片方は光るお守りありでやってますので、まあ 1% として、でもう1個のソフトは光るお守りなしだったんで、まあそれも考慮すると、まあ大体ね、ちょうどその確率通りというか、そんぐらいな感じになったんじゃないかなと思います。まあとりあえず色違い厳選にも、まあこの方法はまあ使えなくはないってことですね。まあとりあえず疲れました。 NPC もお疲れ様でした。ということで検証結果、ダイマックスアドベンチャーで1日中放置したら NPC は33勝できるでした。これは何とも言えない結果になってしまいましたね。まあ、勝率的には高くはないので、弱いと言えば弱いんですが、勝率は低すぎるわけでもないので、ザコと罵るほどでもない気がします。実際伝説のポケモンまではほぼ確実にたどり着いてて、伝説に勝とうが負けようが連れ帰るポケモンは3匹から選ぶことになるので、色違いを集めたいときは、なんなら自分で戦うよりも A レンダーで放置しておいた方が、まあその間に別のこともできますし、効率的には良さそうですよね。まあ、ということで結論としては、 NPC の強さってすげー弱いってわけじゃなくて、なじるポイントがちょっとあるっていうのが正しそうです。